Alice in Wonderland Chapter Two Chapter Two, The Pool of Tears. Curioser and curiouser, cried Alice. She was so much surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. Now I'm opening out like the largest telescope that ever was. Goodbye, feet for when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight. They were getting so far off. Oh my poor little feet I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, Diz I'm sure I shan't be able I shall be a great deal too far off to trouble myself about you. You must manage the best way you can. But I must be kind to them, thought Alice. Or perhaps they won't walk the way I want to go. Let me see. I'll give them a new pair of boots every Christmas. ここまでです。えー、これはえーとですね、先日私があの神保町に行った時に、 文庫さんで、えー、ルイス・キャロルのなんと The Complete Illustrated Lewis Carroll という本をあの書、ー、いたんですね。Wordsworth Words Edition。Wordsworth っていうのはあのー、いろんな人いますよね。<laughs> えー、never mind.All、えー、of Lewis Carroll's stories versus puzzles across t i c a s マグロリアジョン・テニオンさんのイラストレーションがかなり有名です。えー、と皆様の、えー、中にはもちろんルイス・キャロル教会というものをご存知の方もいらっしゃると思いますが えー、ルイスキャロルさんについて詳しく知りたい方はどうぞあのルイスキャロル協会のホームページを、えー、ご覧になってください。There are so many people who love this Lewis c a r o l I don't know why, but it's um 私が思うにルイスキャロルがなんでこんなに楽しいかあの It makes me laugh. 単純に、えー、本当に笑ってしまうんですね。I love Lewis Carroll. あらおの why 本当に。 あの文章文章の中にさっきのところももう一回ちょっと解説しますけれどもあのアレスは喋、えー、っている中に本当になんて言うんだろうとてもこうユニークな彼はとてもあのハピーな人だったんだろうなと感じさせるような部分がいっぱいありますね。ささようなならアシさん誰があなたの えー、靴下をこれから履かせるんだろうまあ自分で頑張ってやってちょうだいだけどあのちょっと困ったなって言いますね、えー、なぜかっていうと Perhaps they walk the way I want to go. 私が行きたい方向にもしかすると歩いてくれないくなっちゃったかもしれない Let me see まあちょっと待ってね。Let me see。ちょっと待ってね。ってよくあの Let me see。私に見せてねじゃなくてあの私にちょっと考えさせてちょっと考えてみるわね。そうだ。I'll give them a new pair of boots every Christmas って言ってますね。そうだ。毎年のクリスマスに、えー、新しいブーツ。クリスマスのブーツってあっ、の、た、ー、かくって。 あ膝膝、えー、と足くるぶしのあたりまで来ていてふかふかで中にちょっとした毛皮なんかついてたらもう暖かくって今の時期あの毎日履いて外に出かけたくなるような、えー、そんな靴、えー、があったらく足も喜んであの私が言う,言うこと聞いてくださるんじゃないかしらっていうようなあのちょっとポライトな英語になっています。ななので私がそのアリスがアス大好きな 部分は、あの、こう,うあと、Why I chose this、uh, page 23今23ページにいるんですけれども、Curiouser and Curiouser の話をしたいと思います。えっ、ー、と、Curiouser っていうのはおかしな英語だというのはわかりますか ?Curious, Curious、えー、は3 syllables で出てきます。3つの Curious は、えー、比較級にしたとき、 コンパリゼントとかいうのはあの「You would just say curi more curious and not curious sir. That's a m i s t a k e ルイスキャロル a 協会では例えばこういうところのあのミスはルイスキャロルさんというのは実はこういう子どもの、えー、ミスする部分を英語のミスミステークですね間違いどんなところで間違うかっていうのを大量に調べたらしいんですね で、こういうところをあの彼の文章の中に入れて子供たちっていうのはこういうところでクスっと笑ってしまうようなまたこの子間違えてるわみたいなあのところでとても楽しく感じる。She was so much surprised あんまりにも驚いたので。That for the moment ほんのしちょっとだけ She quite forgot how to speak good English.quite Quite はかなりですかね相当 忘れててししまったったおかしいです、ね、あの日本語にすると「quite forgot」はおかしいので、えー、かなり忘れてしまうことはないですよね。<laughs> so、日本語能力が問われます。ほんの少しその一瞬ちょっとだけ。ほんのもうその瞬間だけいつもはちゃんとしてるのよっていうとこが痛い,いんですね。で「she quite forgot how to speak good English」うーんどうしようか。 とても素敵、とても上、あの、正しく通常はいつもはね、いつもは英語すごい上手に喋れるんだよ。だけど、あんまりにもびっくりしちゃったもんだから、えー、完全にですかね、完全に忘れてし、まあの、失念してしまったって、あの、ジャパニーズの,あのビジネスでは言うんですけど、完全に失念してしまいました、申し訳ございませんみたいに言いますね。だから、えー、I would say このアリス・ワンダーランド対象年齢が12歳だったとしたらうんあんまりにも驚いたために正しく英語を使えるのにいつもはですねいつもいつもであったらこんなことさえなければ 彼女は実は英語はとっても上手に使えるけれども今回は何、えー、て言うみんな考えて考えて考えて。She quite forgot. 完全に忘れてたのよ。えっ、ー、と完璧に忘れたそんなこと言わない。全然分からなくなっていたって感じですね。全くの方がいいですね。全くっていうのが「quite」のが役になるっていうのが面白いなと思います。完璧にの逆は「全く」「全然」「全然」。 あんまりびっくりしてたからちっとも正しい英語を話せる状態ではなかったって感じですかねそういうふうに翻訳っていうのはなっていますさてさてふみ、えー、先生なんですけれども、えー、とバーレンガル英語絵本のののバーレンガル読み聞かせ日本語と英語で読み聞かせをしています武蔵野市 武蔵の歴史館で、えー、今度、あのー、中学生向けの今みたいな、えー、と翻訳のに翻訳トランスレーションを、えー、ほそ翻訳を使って英語を学ぶですかね。あの the other way around, in fact. <laughs> おかしいいなと思,思いませんだって 翻訳は英語ができるからするんでしょと思うよねみんなだけどのののののそうじゃないよって英語は翻訳をするために勉強するわけでしょだって英語が分からなかったらこのアリス・ワンダーランドの Curiouser and Curiouser なんて言ったところで Curious って何 Curious George って知ってます Curious George <laughs> についてちょっと喋ろ喋っちゃいますね Curious George、えー っていうのは、えー、日本でいる「人まねこざる」ちっちゃい時に、えー、ともしかしたらあの、ね、ジョージはとても、えー、なんだっけジョージうちの家には大量にこの本があるんですけどもものまねがものまねこざるだものまねものまねこざるかな、えー、と有名なレイさんっていう人が書いてますね。 の絵本で映画にもなったりしてますけれどもえー、ととにかくその Curious <laughs> そうそう Curiosity is very importantCuriosity っていうのはああびっくりみたいなええー、面白いなんてこったいみたいな時に使いますあの Curious I'm so curious なんでですねで Curiosity なんでなんだろうと思う気持ちですね ななんでこうなのどうしてってやつですね3歳ぐらいいいの子供にいっぱい出てきますでそれが「Curious」キュリアスっていうのが子供のあの頃にはみんなあったはずなんですねだからそれをずっと持ち続けて大人になっている人たちっていうのは、えー、例えば学者さんになったり翻訳者さんになったり、えー、常にこう勉強していける楽しみを持っているそういう力を持っている人たちなので。 えー、このキュリアーサーエンキュリアーサーアリスは本当にあのまあ何て答えみたいなありえないことをキュリアーサおかしなことにおかしいおかしいぞこれっていうのが好きなあの子供ですねであのルイス・キャロルさんはおそらくそのキュリアーサ y 好奇心っていいますそうでした好奇心を持ち合わせている大人というのはですね常にあの前向きというか で、AI の時代ってこれから言われてますけれども、あの AI に curiosity はあるか、新しい知識をあの自ら学ぼうとする力というのはどちらかというと、やっぱりこれは日本日本じゃない、あの人間が it's only for Japanese、uh, Japanese じゃない I'm sorry、uh, for human beings has curiosity. Of course, this is あの自己実現のねあのありますよね。自分がこうなりたい、あなりたい。 どうしたらそうなれるんだろう。成功したい。I want to be a successor in business。事業で成功したい。今私はそういうあのお仕事をしてますけれども、えっ、ー、と起業して絶対失敗したくない。どうしたらどうしたらっていうところの話をあのまあセミナーとか言って聞いてきますけれども、あの結局いや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 成功したいではなくてあのあなたの商売は 仕事はどんんな価値を生み出すんですでかっていうことならしいです。えっ、ー、と話が最後にこれで私が何が言いたいかというのですけれども、えー、とファンタジーおとぎ話想像力の世界は非常に重要で、えー、子どもの頃におとぎ話をきちんとあの読んでいた人たちは必ずここに戻ってきます。そして、えー、ビジネスの世界でも 「この人たちこういうふうにあの面白いことをやってるんじゃないか」とか想像力が最終的には私はあのこういうふうにした方がいいっていうのはあの相手をどういうふうに思ってるのもしかしてこれってこうなんじゃないっていう自分が想像力をの翼をこう広げてあの世の中を見てみるっていうそして自分をあの俯瞰する、まあ、他者 他者目線で自分の商品とかを見て、これは相手にいいものだからと言って勧められる人ほど成功者になれるというふうに、えー、理解しています。もちろんあのいろんなビジネスされている方いらっしゃるので、そのことは分かってるよとおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、えっ、ー、とだけど例えばアレスインワンダーランドおとぎの 国の話なんて何の関係もないだろうと思っていらっしゃる方がいたら、ののののそれは違います、えー。私が言っているのはですね、50年後の話です。小さな子供たちにこういうおとぎ話を読んで想像力の翼を広げることによって、えー、とお母さんお父さんがそういうものを持っていることによってのみ、あの人間のその探求心っていうんですかねはあの伸びると思っています。 えと探求っていう話を最後にしますねあともうちょっと15分間「Bare with me」「b a r with me」耐えてください私を我慢してください「b a r with me え」えっと探究心っていうのが最近私あの高校受験の息子がありまして探究心を育てるっていうあの <laughs> 文部科学省ですかねあの国の方針があるらしいです。あの探求心っていうのは要は要 えー、論文を書いたり自分の研究分野分野にの中で論文を書いて海外のに発信したりするのが探求心という、まあ、リサーチ能力検索能力、えー、情報をこれから自分たちがどのようになっているかといキュリアスティーを持って探求心を持って、えー、た学習がすごくこれから重要になってくると言われています。ななので、えー、とイノベーションを起こしたい革新的なあの企業 になるにはやっぱりなんだかんだ言ってそのおとぎ話をどこまで自分の事実として受け入れられるか現実ではない世界をど,のこ,どこまで自分が想像の翼を広げてえいう人は例えば宇宙と交信して宇宙のパワーを引き寄せてみたいなことを言うと思いますがそれは全てここにあの自分の頭の中でどんだけ自分のえ俯瞰したものを言語化できるかですねだから言語化っても いうこともすごく重要になりますので、本はたくさん読んでえー、音読して英語も特にあのやっていっていただきたいと思います。それではありがとうございました。